はい、皆さんこんにちは、オクタビアチャンネルです。今回の動画はですね、カスタムメックオーズというロボゲームのプロトタイプ版、まあ体験版ですね、やっていきたいと思います。こちらのゲームはですね、D3 パブリッシャーさんから発売されるゲームで、まあ、D3 パブリッシャーさんといえばね、もう地球防衛軍で有名なところなんで、まあバカゲーですよね。はい、もうそうですね、もう1500シリーズとか2000シリーズとか昔よくあったじゃないですか。ザ1500とかね、1500円のゲームだったんですけども、シンプル1000とか。 D3 パブリッシャーさんにはその頃からお世話になっていて、そうなんですよ、地球防衛軍も本当に1を買ったのは今でも覚えてますね。というわけでね、そのね、地球防衛軍のパブリッシャーさんが出す今回のゲームはね、まあアーマードコアの発売された頃にちょっと話題になったんですよね、これ。まあ、どんなゲームかといえば、見ての通り、こう肩とか腕に多分いろんな武器をこういう風に変えれますね、いろいろ。ああ、なんかいろいろありますね。ああ、なんかちょっとね、だんだん若干こういうちょっとやっぱおバカ要素が入ってきちゃいましたね。なんだこれ、なんかすごいのありますね。で、装備変更で、あ、そうですね、これで、なんか結構細かく変えれるんじゃないですか、多分こうやって。ああ、まあ地球防衛軍なんか思い出しますね。ああ、すごい、なんかいっぱいあるな、これ。ドリル。攻撃力がなんかあります。これ一応、まあ強いやつに変えてくれてあるってこと。あ、でもほら、こうカスタム好きにはたまらないかもしれないですね、これ。こんな感じで。いろいろ変えられるみたいです。これちょっとおバカ良さ。これもなんかちょっとあれですよね。ゾイド、これどっから見てもなんかゾイドみたいな感じですよね、これ。早速じゃあちょっとプレイしてみましょうか。キャンペーン。それではブリーフィングを始めます。なんだろう、ちょっとこう安っぽさ感がなんかやっぱって感じですよね。なんかこう。感じるものがひしひしとありますよ。ああ、なんかちょっとなんか安っぽいっすね、やっぱ。あ、まあまあまあ、バカゲーですからね、多分。ミッションが開始されました。あ、なんか地球防衛軍っぽいだ、すごい。やばい。なんかしょぼい。お疲れ様っす。ふざけてるよ、これ。いや、これもう地球防衛軍ですね、どう考えても。やってることは。いや、まあ、なんかすごい安っぽいっすね。なんかこれはどうなんだろう、滑るかもしれない。地球防衛軍はめちゃくちゃ受けましたけど、なんかこの爆破のエフェクトとかちょっとやばくないですか。アサルトガンナーってなんかビータとかにあったじゃないですか。知ってる方いるかわかんないですけど、あれとかに近そうな感じします。なんかちょっとなかなか最近では見ない感じの、スマホとかにあってもおかしくない感じのゲームですよね。うん、これは残りましたね。いやー、なんか寂しいな。なんかバカっぽさが、なんだろうな、中途半端というか、ここまで来るならもっとバカを入れてもいいし、なんか、あ、これ仲間か、これ仲間撃っちゃって、なんかもっと突き抜けてほしいなっていうのがありますね。このままだと本当に劣化アーマードコアと、アーマードコアと比べるのに申し訳ない。これはどうなのかな、体験は出さない方が良かったかもしれない。言い過ぎかもしれないですけど、ちょっとその面白さはこれから変わるかもしれないですが、グラフィックとかって絶対変わんないじゃないですか、この体験版かな。爆破、ザコの爆破エフェクトとかやばくないですか、一瞬で消える感じ。このアイテムを拾う感じも、これ、あれですよね、あの、地球防衛軍のアーマーとかの中に、数は出ていっぱい出るから、なんか、
ストレス解消にはいいかもしれない。ロックオン。ロックオンみたいですね、これ。いや、別に。そうですね、ほんと。もうなんかいっぱい出てきた。そう、でもこういうのでいいと思うんですよ。もう、バカっぽさを突き抜けてほしい。なんかこの緑のヘッド。でも、背景とかちょっとしょぼくないですか、これ。寂しい。フリーゲームみたいですね。ゲームとかにある。いやー、厳しいな、これ。あの、こう、木とかやばいっすよね。通信とかで突き抜けてほしいです。真面目なやんなかった。いやーこれはどうなんでしょうかね。アーマードコアの後っていうのもタイミング悪いかもしれないですね。もしかして。長々とやってると結構多いっすね。まだ長くない？ちょっともっと装備が増えたら確かに面白くなるかもしれない。いやーでもなちょっと昔出たあの連合対ザフトのガンダムバトルシリーズをやっているような気分になってきました。ちょっと長い。あの地球防衛軍のそのまんま何ていうのかなオブジェクトすれば通路を生かしてあの街で戦いたいですね。普通にあともう何か街とか破壊しまくりたいですよね。どうせならそういうとこを多分生かさないとこのゲームが流行るかどうかっていうのは何かちょっとあるんですけど、もうひたすら破壊できるゲームとかにした方がいいかもしれない。現状このただ広いところでやるのはちょっとだんだん、いや長いし、なんかいっぱい出てきたし、なんかめっちゃでかいの出てきたよ。なんかザコが割となんかもう多いし硬いし、あこれエイムモードあるんだ。ますます何のゲームかよくわかんなくなって、まあね、カスタムするのが面白いゲームだったら分かるよね。多分オリジナルな機体を作って多分 SNS とかに投稿してバズるっていうのが多分一連の流れなんですけど、それを多分楽しめないとなかなかゲームやってることが楽しいっていうのはちょっとあんまり現状結構飽きてきて、はい、ガトリング砲接続を損失できなくなっちゃいました。あ壊れた壊れた。あともうちょっとだと思うんだけど、でもランチャー壊れるんだよ。そう壊されて、あ
解を確認。終わりましたよ。皆さんお疲れ様でした。お疲れ。いやなんかこれ疲れたな。なんかマルチでワイワイやった方がいいのかもしれませんね。現場権限を技術部へ移乗します。皆さんは次の目標地点へそのまま移動してください。ただ本当に了解っす。なんか全体的にちょっと安っぽすぎて、これをプレステ5でやる意味があるのかっていう。 S 今ので S なんですか。いやこれどうかな。このプロトタイプは現在サーフで一丸となった誠意捜索中、鋭意捜索中です。本作に関するご意見ご要望がスタート。まあ多分ね、下の見れば分かると思うんですけど、やっぱこういうちょっとバカ路線を突き進んで突き抜けるしかないですね、このゲームは。ご静粛に願います。多分ヒットするには。はい、というわけでね、まあ、もうこんな感じで、はい、やめたいと思います。はい、次の他の機体をやろうかなというのもあるんですが、ちょっとね、はい、もうこの辺でやめたいと思います。なんかこう少しでもね参考になればいいかなと思います。ご視聴ありがとうございました。